アナーバー、アナーバーはアメリカ合衆国ミシガン州南東部に位置する都市である。2000年現在の国勢調査でこの都市は約30000人の学生を含む総人口114024人である。この都市はワシテノー軍の軍長所在地である。アンアーバーと表記される場合もある。アナーバー市は1837年にデトロイト市から移転した ミシガン大学本部キャンパスが位置することで大変よく知られている。また、全世界にチェーン展開している宅配ピザチェーンである、ドミノピザ社の本社所在地である。アナーバーは及びによって1824年1月に設立された。アナーバーの名前の由来は、彼らの妻の名前がどちらも、アン、アンアレンとメアリアンダムジーだったことと、 アナーバーに自生する多くの森の木陰が作り出す光と影からアズマやニッチなんでと命名されたと言われている。1827年にワシュテノー軍の軍長所在地となり、1833年に村となった。その後、アナーバーは未開発の土地40エーカーを州議会議事堂用地としてミシガン州に提供したが、1836年に ランシングッドの入札に敗れた。1837年にその用地はミシガン大学に売却され、イゴミシガン大学との長い歴史が始まった。町はの延伸により1839年に地域の輸送ハブとなり、1851年に市に昇格した。第二次世界大戦中にアナーバー近郊に位置したフォードモーター車で、 B-24 リベレーター爆撃機の生産が行われたため、アナーバーの人口は、軍人、戦争労働者と彼らの家族の流入で急増した。20世紀後半に入り、アナーバーの経済は製造業主体からサービスとテクノロジー主体に徐々に変化していき、特に1970年代と1980年代は、その変革が早まった。同時に、ダウンタウンは、 食料を品主体の小売店街から、レストラン、カフェ、バーやクラブ、専門店からなる街へと変化していった。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積 71.7km である。このうち 70.0km が陸地で 1.7km が水域である。総面積の2.242%が水域となっており、そのほとんどはによるものである。 アナーバーは、デトロイトの西方約40マイルに位置しており、車では、I-94 を通る約45分である。が、市の北部及び東部に隣接している。アナーバーは別名、木の町の近くにある。アナーバーとミシガン大学の共同所有であるは、ダウンタウンに近い市の東部にあり、123エーカーの広さがあって何百種もの植物が生育している。 ケリータウン、メインストリート商業地区と、サウスユニバーシティ商業地区の大阪所周辺のモール、と、サウスインダストリアル通りと北東部のパッカード通り、沿い、北東のプリマス通り沿いと西部のウエストゲート、ショッピングセンター、及びスタジアム西側地域がある。ダウンタウンには19世紀と20世紀諸島が合わせ、混ざった様式の建築物と、最新様式のビルディングが混在している。 市内商業的地区の大部分の建築物は2階から4階建てであるが、ダウンタウンとブライアーウッドモール周辺の地域には、少数ではあるが、高層ビルディングが建てられている。アナーバーの住宅地域は、古典的な19世紀と20世紀初頭が合わせ、混ざった様式からの家まで様々である。近代的な様式の家は、ダウンタウン地区から離れた位置に建てられている。 ミシガン大学キャンパス周辺には学生向けの貸家屋と賃貸アパートがキャンパスを取り囲むように存在している。オールドウエストサイド周辺地区の19世紀の建物と町系はほとんど当時のままの状態で残されており、1972年に地区はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、市上例と非営利団体の活動により保護されている。アナーバーは 五代湖によって影響される典型的な中西部の温暖な季節気候を持つ。四季があり、夏は暖かく多湿で、冬は適度な降雪があり寒冷である。晩秋、初冬の時期は五代湖の影響により曇りの多い天候になる。月間平均気温が最高になるのは7月の83で、最低になるのは1月の16である。夏の最高気温が90を超えるのに対し、 冬の最低気温は0以下まで下がる。月間平均降水量は2から4インチ程度で夏場に多くなる。気温の最低記録は1994年1月19日に記録された22.0で、最高記録は1934年7月24日に記録された105である。降雪は通常11月から4月の間見られ、月間降雪量は1から10インチである。 2000年現在の国勢調査で、この都市は人口114、024人、45、693世帯、及び21、704家族が暮らしている。人口密度は1、629.9キロメートルである。675.0キロメートルの平均的な密度に47、218県の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人74.68%、アフリカンアメリカン8.83%、ネイティブアメリカン0.29%、アジア系11.90%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.21%、および今月、根ー3.05%である。ここの人口のセントはヒスパニック、または、 ラテン系である。この都市内の住民は16.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が26.8%、25歳以上44歳以下が31.2%、45歳以上64歳以下が17.3%、及び65歳以上が7.9%にわたっている。 中央値年齢は28歳である。女性100人ごとに対して男性は97.7人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.4人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は 46,299US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 71,293US ドルである。男性は48、 880US ドルに対して、女性は 36,561US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 26,419US ドルである。人口の16.6%及び家族の4.6%は貧困線以下である。全人口のうち十八歳未満の7.3%及び十五歳以上のントは、 貧困戦以下の生活を送っている。ミシガン大学は直接、間接にアナーバーの経済を形作っている。大学は、医療センターでの7、500人の職員を含め、約3万人の労働者を雇用しているのに加えて、大学と関連の深い企業も、大学の研究開発費や卒業生の確保を目的にアナーバーに拠点を置いている。市内の多数の診療所、研究室、 および関連会社による公共医療、ハイテク、およびバイオテクノロジーも市経済の重要な要素である。GM やフォードなどの自動車産業に関連する企業も地域住民を多数雇用している。その他の主要な雇用主はファイザー、ドミノピザ、ボーダーズ、グーグルである。市内には多くのハイテク関連企業が存在する。主なものはビデオ表示端末のメーカー。 アンナーバーターミナルズ、インターネット交通工学とセキュリティシステムのアーバー、ネットワークス、XML ベースの出版ソフトウェア制作のアーボーテックスと新聞出版ソフトウェア及びアスプサービスのミダスパン、メディアソフトウェア及び等である。ウェブサイトとオンラインメディアに関する企業も市内に多く、あり、代表的なものとして、などがある。アナーバーはまた、 ミシガン州情報技術センターの所在地でもある。ここには非営利のコンピュータネットワーク、研究教育機関であるインターネットにとメリットネットワークも位置している。2006年7月11日に Google は同社のアドワーズプロジェクトのため、1000名規模のオフィスを同年後半にアラーバーに開設すると発表した。大手製薬会社であるファイザーは、 ミシガン大学についで2番目に大きい雇用種であり、市の北東部に大規模な薬学研究施設を構えていた。施設は以前にワーナー・ランバートが、さらにそれ以前はが運営していたものである。公式血症薬のリピトールはこの研究所で開発された。2000年にファイザーへ併合され、施設の所有権もファイザーへ移った。しかし、2008年をもってファイザーは、 アナーバーより撤退し、その後地はミシガン大学が買い取った。アナーバーは、また、様々な企業、団体の研究開発拠点が設けられている都市である。代表的なものとしては、ジェネラルダイナミックスや、米国海洋大気局、ノ、NO、ア、米国環境保護庁、EPA の国立自動車、燃料排出研究所、トヨタ自動車の北米における研究開発拠点である。 トヨタテクニカルセンター USA の本部などがある。アナーバーはいくつかの大企業の本社所在地である。全米第2位の大手書店チェーンであるボーダーズは1971年にアナーバーのステートストリートでトム・ボーダーズとルイス・ボーダーズの弟によって1、5店が開店し1985年から周辺で他のアウトレット店を経営し始めた。ボーダーズチェーンは 最初の店と場所は違うものの、依然、本店として、アナーバーに本部を置いている。本店の中では犬を連れて入ることも可能で、レジには、そのような訪問者のためのおやつが、いつも備えられている。ドミノピザは1960年に隣接する、イプチランティにて創業され、現在は本社を、アナーバー北東部にある、ドミノファームに置いている。世界、第二位のインクメーカーである。 プリントインク社もアナーバーを拠点とする会社である。この会社は2005年10月に、シュトットガルトに本部を置くエクスシス、プリントソリューションズ社に買収された。その他のアナーバーに本社を置く会社としては、サンドイッチとユダヤ人向け食品がある。アナーバーでは、多くの生活共同組合が1960年代から1970年代にかけて設立された。 現在まで存在するものとしては、人民食品生活共同組合と学生向き住居共同組合である ICC である。ナスコはアナーバーに本部を置く学生生活共同組合の協会である。アナーバー市では文化的なアトラクションやイベントが数多く開催されており、かなりのものがミシガン大学によって講演されている。 大学内には無数の舞台芸術のグループがある。大学とは直接関係のない舞台芸術グループとしては、アナーバー市民劇場、アンナーバーシビックシアター、アーバーオペラ劇場、アーバーオペラシアター、アナーバー公共楽団、アナーバーバレー劇場、アンナーバーバレーシアター、アナーバーシビックバレー、1954年にミシガン州で最初に設立されたバレー団、そして、 パフォーマンスネットワークがある。ステートストリート周辺地区には3つの主要な劇場がある。アナーバー交響楽団の本拠地でもあるミシガンシアター、ミシガンシアター、ステートシアター、ステートシアター、ーターそしてミシガン大学のヒルコードヒルオーディトリアムである。メインストリート周辺地域では小規模のライブハウスやナイトクラブでジャズをはじめ様々な音楽が上演されている。 メインストリート地域、サウスステートストリート地域、およびサウスユニバーシティ通りには、比較的規模の大きいレストランが位置している。大学のキャンパス内には、芸術、考古学、博物学、および科学、自然史の各博物館がある。アナーバーの北東の園に位置するマッテ植物園、マッテベタニコルガーデンスも大学によって運営入れている。 ダウンタウンの消防署の中にあるハンズオン博物館アンナーバー・ハンズ・オンミュージアムは科学技術に関する250以上の体験型展示を有している。市内には多くの画廊があり、特にダウンタウン地区とミシガン大学キャンパス周辺に多く存在している。アナーバー市は一人当たりの書店数と本の販売冊数が全米のトップランクに位置している。 アナーバー地域図書館はダウンタウンの本館に加えて4カ所に支所を有している。市はジェラルド・アール・フォード大統領図書館、ジェラルド・アール・フォード・プレジデンシャル・ライブラリーの所在地でもある。アナーバーの出身者はアン・アーバーイトと呼ばれる。市自体はしばしば A、もしくは A2 とも呼ばれ、ツリータウンと呼ばれることもある。近年、若者の間では a デュース。 あるいは単に、デュースという故障も使われ始めている。アナーバーは、ビッグテン・カンファレンスのメンバーである、ミシガン大学の所在地であるため、大学スポーツに関してはよく知られている。いくつかの有名な大学スポーツ施設が市内に存在しており、主なものは、アナーバーの人口に、ほぼ等しい約11万の座席数を誇る、巨大なミシガンスタジアム、クライスラーアリーナ、 クリスラーアリーナおよびヨストアイスアリーナ、ヨストアイスアリーナである。またナヤのメンバーであるコンコルディア大学にもスポーツチームがある。アナーバーは古くからミシガン大学を中心とする学園都市として発達してきた。大学のキャンパスの大部分は市のダウンタウン地区にあり、外区と混在している。市内に位置する他の大学としてはクリアリー大学。 クリアリー・ユニバーシティ、コンコルディア大学、カンコルディア・ユニバーシティ、ワシテノー・コミュニティ・カレッジ、ウォッシュトノー・コミュニティ・カレッジ、アベ、マリア法律学校、エーブ・マリア・スクール・オブ・ローがある。市の周辺には企業の研究施設が立ち並んでいる。アナーバー法律学区には合計八百八十五人の学生が登録されていて、の小学校、校の 中学校、及び5校の高等学校から構成されている。高等学校は通常カリキュラムのものでは、パイオニア高等学校、パイオニアハイと、ヒューロン高等学校、ヒューロンハイが、オルターナティブスクール、オルターナティブスクールとして、コミュニティ高等学校、コミュニティハイ、ストーンスクール高等学校、ストーンハイスクール、ロベルトクレメンテ、ホベルトクレメンテスチューデントデベロップメントセンターがある。 アナーバー公立学校、アップスは、地区の住民を対象としたアナーバーオープンと呼ばれる、オープンスクールも実施している。またアップスは、コミュニティエデュケーションリクリエーション、レックエドというプログラムを運営し、各種のスポーツや芸術、文化、陶芸、絵画、ガラス、ダンス、音楽、写真、家庭、料理、ガーデニング、木工、育児等、 外国語に関する講座を地域住民に広く提供している。エーベルバッハカルチュラルアーツビルディングは主にこのプログラムで利用される施設である。アップスはまた出生直後から幼稚園前まで対応できる保育園と家族センターも運営している。ミシガン大学のメディカルセンターは世界最大の大学メディカルセンターで米国の最も優れた病院の一つであると考えられており。 2005年の US ニュースワールドレポートでは全米の第11番目に位置づけられた。ミシガン大学ヘルスシステムムズには大学病院、CS モット子供病院及び女性病院が含まれる。またムズは市内の各所で通院診療所を開設している。日本人向けの体制も準備されており、日本人医師や看護師も勤務している。 地域の他の主要医療センターとしては、大役軍人賞によって運用される大規模施設と隣接するイプチランティ市にあるセントジョーゼフマーシー病院がある。アナーバー市は、I-94、国道66号線、US23、M-14 の3つの高速道路に逆三角形の形で囲まれている。I-94 を東に約1時間で、 デトロイト市中心部、西に約4時間で、シカゴに行くことができる。市の北部からなら、M-14 東向きから、I-96 東向き経由でも、同時間で、デトロイト市中心部に行ける。公共交通機関は、トローカルで知られている、によって提供されている。この校舎は、アナーバー市内及び、近郊のイプシランティを通して、バス路線を運行している。 ここはダウンタウンをハブとし、駅、主要なショッピングモール、ミシガン大学、病院、スタジアム等をつないでいる。料金は一乗車大人 1.25US ドルで、90分以内の乗り換えは無料である。単独の無料バスサービスは、ミシガン大学キャンパス構内を運行している。アムトラックは、アナーバーから、東のデトロイト及び西のイリノイ州シカゴへ、鉄道サービスを提供している。 グレーハウンドによってサービスされたバスディーポも設けられている。y 9 4の南に位置する小型機用の空港である。定期便や軍用機は発着せず、自家用機やチャーター便のみが発着する、ゼネラルアビエーション用の空港である。は、小型空気によるチャーター便主体の空港である。アナーバー市からは、タクシー、または車で I-94。I 東向きを使い、約15分。デトロイトメトロポリタン国際空港は、市内、この都市の東約28マイルに位置する。デトロイト地域の主要な空港で、デルタ航空のハブ空港となっている。アナーバー市からは、タクシー、または、車で、I-94、東向きを使い、約30分。2012年4月からは、エアーライドによるバスサービスが始まり、 1>, 1日12便、片道約45分で空港と穴場ーー、市ダウンタウンを追んでいる。穴場ーー市は及び地下水を水源とする、上水道サービス、及び下水道サービスを提供している。このサービスのため、市は1カ所のメイン貯水池と3カ所の遠隔貯水池、2カ所の水処理プラント、4つのポンプステーション、および2個の高架タンクを有している。 これら施設は市内の子分割された水道区域に上水道を供給している。これらの施設とともに市はヒューロン側に4つのダムを運用しており、そのうち2カ所は水力発電を実施している。市は廃棄物処理サービスをに委託して実施している。その他の公益事業は主に民間企業が実施している。電力とガスは及びによって供給されている。AT&T ミシガンベル、アメリテック、及び SBC コミュニケーションズの後継会社は、この地への主要な優先電話サービス会社である。また、携帯電話サービスも様々な全米規模の、携帯電話事業者、AT&T モビリティ、ベライゾンワイヤレス、スプリントネクステル、T モバイルから利用可能である。ケーブルテレビは、コムキャストによって提供されている。は、姉妹都市締結年。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。